19時台に何話せばいいんですか。全くわかんないんですよ。なんでしょうね。深夜ってのはやっぱり9時、10時ぐらいからですか。深夜とは言わないですか。夜？夜なの。今は何なの。夕方でもないし。ちょっと前だとね、やっぱこう夕げの時間、まあ、夕げの時間にしては遅いんでしょこれ。違うの。そうでもないの。そんなもんなの。そんなもんじゃねえの。どっちなの。ろくなもんじゃねえの。な、どっちなの。わかりませんけど。いや、でもね。まあ、あ、どうも、西川でございます。久しぶりです。すいません。急に話し始めちゃって。いや、朝からショックだったじゃないですか。猪木さんが亡くなったりとか、昨日は昨日、円楽さん。ギリギリ、そういう意味では、ね、笑点出させていただいて、お座布団いただいて。いや、でもお元気そうだったんですよ。ちょうどお正月だったかな。年末年始だったような気がします。出させていただいて。いや、なんか、はい。ああいうふうな形で絡ませていただいて、いや、いい思い出だったなーって、なんか、どんどんね、なんかそういう意味では、なんだろうな。僕らが小学校だったりとか、こう、ね、テレビで見てた、こう、有名人の方が亡くなられていくっていうのは、まあ寂しいし、なんか何とも言えない気持ちになりますね。なんかね、こんな話じゃないんだよね、多分ね。19時代はもっと違うのよ。多分なんかもっと旅番組とかやってんのよ、テレビとか。バス旅とか。うん、そうそう、そういうなんかこう、なんかさ、多分さ、なんか、あれでしょこう、ね、ラジオショッピング的な感じのさ、なんかね、ヌメヌメしてさ、昆布切り刻んでさ、なんか、カスのこと混ぜたいみたいな、松前好きみたいな、言った、売った方がいいんじゃないのかって、気持ちもあるんですけど、まあそういうわけでございましてですね、先週までナイター中継やったこの時間にですね、突然登場したのは、誰かと申しますと、改めて西川貴教でございます。どうもこんばんは。最近はね、滋賀といえば西川ということでですね、いろいろとやらせていただいてます。はい。一昨年、昨年ぐらいとか筋肉でやらせていただいたんですけど、最近は滋賀でやらせていただいております。ありがとうございます。皆さんのおかげでございます。ということで、この時間にラジオで話しているこの声、お聞き馴染みない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、かれこれもう25年ぐらいですかね。はい。日本放送にお世話になっております。はい。ずっとやってたんですよ。ナイター中継が延長しなかった日とかに。はい。夜8時台とかの、まあもうほんとギリギリ。誰も聞いちゃいない。本当に。もう日本放送と言いながら短波みたいなもんですからね、もう本当に。全然、どこにも届いてないもん。本当に。ギリどこまで行ってんだろうな。多分キャロットタワーで阻まれて、世田谷から向こうは聞こえてないんだ。三茶まで。三茶まで。三宿ぐらいだけで。はい、お送りしてたんですけども、ということでございまして。さあ、そんなわけでございまして、西川貴教。まあ一応 TM レボリューションもやってます。ね。アビングドンボーイズスクールってバンドも並行してやってますよ。で、西川貴教としてもここ最近活動させていただいてます。ということで、いろいろやってるんですけれども、はい。まあ、そうですね。何かとこう、いろいろと、ちょこちょこテレビにもお邪魔させていただいたりとかさせていただいたんです。先日で言いますとですね、稲妻ロックフェス、滋賀県で開催しております、フェス。毎年ね、お前のフェスはあれだな、台風とか、落雷とかばっかり来てんな、みたいな。イメージだと思うんですけども、もう大変でございました。もう本当に、でもとはいえね、皆様のおかげで、地元滋賀県が、ちょっとでもですね、皆さんにこう、目に触れていただく、また、触れていただく機会になっていただければというところで、やらせていただいてるんですけども。まあでもね、そんな中、僕の方はですね、まあ、いろいろと TM レボリューションだった、なんとか、いろいろやっております。ということで、そんな私、久々に2時間たっぷりお話しさせていただきます。行きましょうか。西川貴教のオールドニッポンプレミアム。改めましてこんばんは。1997年から2005年まで8年9ヶ月にわたってオールネットニッポン担当させていただき、その後11年間、こちらでですね、ちょこっとオールネットニッポンというのをですね、やらせていただいておりました。そんなわけでございまして、いろいろとねやらせていただいてきておるわけでございますけれども、この10月から、毎週土曜日にこの時間はですね、まさに明日10月2日、僕も担当させていただきましたオールネット日本が放送開始から55周年を迎えるという、
記念すべきタイミングでございます。かつてのパーソナリティが週替わりで登場されるということでございます。オールザ日本プレミアムというのが今日からいよいよスタートということでございます。その第1弾トップバッターを、やらせていただくことになりました。ありがとうございます。西川でございます。まあそうですね、僕も深夜帯ちょこちょこやらせていただいてから随分経ってはいるんですけども、まあ僕で言うと2時間にポーズでお話しさせていただくのは2年半ぶりぐらいとかなんですかね。ありがとうございます。ということで、まあいろいろとそうですね、オールナイトニッポン時代は、2時間やったり、月曜日の深夜それこそ2部からスタートしてとかあったりとか、あと4時間やったりとか、曜日もね、火曜日に移った時もあるし、金曜日もあります。はい、ということで、そういろいろあったんですけれども、ということでございまして、はい、いろいろやらせていただいております。まあね、今だとね多分すっごいいろいろ言われるんだろうなみたいな、はい、番組もやらせていただいておりました。はい、なんだろうな、スタッフのうちとかに、まあ、土足で上がり込んだりとか、そうですね、もう絶対今もう批判の嵐です。今じゃなくてよかった、20年前は大丈夫だったんですよ。何やってもギリですよ。会社のパソコンとそのスタッフの自宅に置いてるパソコンが似てるねっつって、でちょっとたまたまそのラジオでね、その番組でちょっとなんか使っちゃったのかな、でなんかちょっと映りが悪くなったからっていうんで、での放送局にあるその日本放送のそのパソコンと変えたんですよ、交換してあげたんですよ、サービスで。でそれ問題になってね、サービスマンすごい、うん。はい、一応こうこれまでの中で戦歴で言うと、一応担当ディレクターがその始末書じゃなくて顛末書まで書いてるっていうっていうところでございます。もうでもね、本当に僕は二度とそんなことしません。みんなと言うわ、本当に。なんかみんなが希望が持てたりとか優しい気持ちになれることしか話したくないんですよ。本当にみんなが寄り添い合ってね、うん、そう、何がいいとか何が悪いじゃなく、全部受け止めるのがね、もうユニバーサルなデザインなんですよ、世界のね。そういうこと、何がいいとか何が悪いとかそういうことじゃないですよ。全部を今ある全てを受け止めていくの、それが僕西川貴教でございます。そんな俺と終わった後もですね、私オールネット時代のリスナーにはですね、はい、西川、まあね、なちゃんにしとか言われたりするのかなみたいなことが多いですけれども、ということで私、一応近況だけ報告させていただくとですね、イナズムロックフェス先日終わりました、ありがとうございました。残念ながら3日目ができませんでしたけれども、来年に向けてまた、1年間しっかりと準備していきたいというふうに思っております。ぜひとももしよかったら、また応援のほどよろしくお願いしたいと思います。さらにですね、ただいま TM レボリューションでは全国47都道府県ツアーを開催中でございます。ちょうど稲妻を挟んで、この10月8日から、あ、違う、10月9日から静岡からまた、ツアーの再開、年をまたいで来年ね春ぐらいまで続けていこうと思ってますので、ぜひともよろしくお願いします。まあ、その間にもですね、西川貴教でリリースがあったりとかいろいろ活動させていただいてますけれども、さあそしてラジオの方ではですね、先月いっぱいまでは、2011年の秋から日本放送でお送りしてきたちょこっとナイト日本が終了ということになりました。平日夜の10分間のオーディオ番組が11年も続いたということで、もうそれだけでもね奇跡的なことになってくるそうです。そんなわけで、11年やったちょこっとナイト日本終わったんですが、ナイター中継が最終回、結局オンエアになってないんですか、まだ。あ、レギュラーの最終回が流れない、それぐらいです。寂しい番組でした、すいません。もうありがとうございました。もうエクストラ最終回っていう、なんかわけのわからない、なんかよくわかんないものが挟まってます。20分のね、倍ですって言ってるのが20分だね。なんでもないんですけど、はい、ありがとうございました。ということで、少しね、なんかもう日本放送でこうやってお話しするのって機会が少なくなっちゃうんじゃないかな、僕自身がすごい寂しい思いしてるんですけれども、まあその代わりといってはなんですが、55周年迎えたオールネット日本や日本放送に西川貴教のね、やっぱりこう培ってきていただいた、皆さんと育んできたこのね、なんかこう遺伝子というか
DNA、やっぱこう残していきたいなと。受け継いでくれるみんながね。で、また僕は帰ってきやすいような土壌をですね、こっから種からね、なんならもう苗木になってる人もいますけれども。もうね、すっかりなんかもう芽が生えて実がなってる人もいますけども。他で、TBS とかで、実を鳴らしてる、埼玉あたりとかで実がなってる人もいますけれども。ので、これからの人材、開発していきたいということでございまして、そこで、今夜のオールネット日本プレミアムには、今後のオールネット日本、今後の日本放送でぜひ、私、西川のレガシーを受け継いでほしいゲスト、二人、呼ばせていただいております。まず一人目、僕はね、オールネットやってた頃、同じくパーセンティやってました。他にもチョコ内ではですね、もう年一、ほぼほぼ1ヶ月ぐらい、1月は、年明けの1ヶ月は、この人で抑えられると言っても過言ではございません。おなじみ、土屋レオ。そうなんだ、恋なんて。ありがとうございます。もうね、ちなみに、稲妻ロックフェスも、バックヤードの生配信っていうのがございまして、こちらの司会をずっと続けてくれております。すごいよ。今年なんてね、土日月3日間ね、17、18、19日ね、17日もうバックヤードで生配信、ワンセブンでもびっちりやりますよ。18日ナックファイブ1回わざわざ滋賀から東京に戻り、埼玉2期放送し、翌日本当だったら19日僕のために帰ってくる予定だった。はい、その予算なんで使っちゃったの。いや本当に、でもね、まあまあ、それぐらいある意味では僕のね、そういった姿を見て、そういった遺伝子も受け継いでくれてると思うんですけれども、そんなやつです。そしてもう一人が今年の稲妻ロックフェス登場してくれました、桜坂46グループとしては日本放送で、こちら有楽町星空放送局、なんて可愛いトイトルなの。なんてファンシーなの。こんな可愛いタイトルある。ということで、こっち欲しい。ちょめちょめみたいじゃない。すごいな。我が滋賀県出身20歳、桜坂46竹本結衣ちゃん来てくれるってね。いやでもね、楽屋裏でね、その桜坂のパフォーマンスがね、もう僕ちょっとキュンとしちゃって、なんかでもそれ終わってからもね、まあ始まる前ですよ、うちのね三日月太蔵知事来てくれて、でもう3人でねちょっと滋賀県話させていただいてる時なんかもそうですけども、なんかもうね、もうまた分厚い手紙をいただいてですね、その後のブログもすごい、もうなんかもうちょっと本当にリアルガチで泣きましたね。本当にお手紙で、久しぶりにお手紙で泣きました。それぐらい思いの詰まった稲妻とか地元に対して、でその思いを受けて今ね、こうアイドルとしても活動しながらいろんなことを勉強されてる、そんな彼女でございます。というわけで今夜この後この二人が生登場してくれます。ぜひメールで質問メッセージ送ってきてください。あるいはメンタルをえぐるようなご意見、どういうことよ。いらないんだよこういうのは。もう全然常にあったかい気持ちだけで結構です。はい、励ましの言葉してね、もうみんながもう一つになっていく勇気のある言葉、ぜひともよろしくお願いします。さっきも話しましたように、西川ただいま TM レボリューション全国ツアー中でございます。このツアー来週から再開させていただきます。こういった全国ツアー、昔だったらライブの後みんなでわーや打ち上げやったりとかね、飲みに出たりとかしてました昔はね。そんなこともなんなら今、ライブ終わった後にメンバー全員で揃って食事もしてないですね、はあ、まだもう昨年から一応やってるツアーなんですけど、うん、まだだからスタッフだから正直、うん、その最初初日終わった後にスタッフ集めて飯食ったりとか、うん、ちょっと飲んだりとか親睦会じゃないですけど、こっから1年よろしくねとか、うん、あれもないです、うん、だから本当に現場で会うだけだから、照明の3番手の子とか、会話しようがないのよ。すごい、だから、もう、だから、元気ともこうや、にやって、こう、グーで、元気、遠くで、とか。それぐらいのコミュニケーションしかできないからね。今夜、幸いなことにネットをしているところも、北海道、山形、京都、山口、島根、徳島、鳥取以外はこれからツアーで回るところばかり。あ、そういうことね。ネットしてるってことね。これから、この電波受けてくれてるところ。こんなテーマでメール募集します。題しまして、日本全国うまいもの祭り。こういうのがいいよね。うん、これから行くんだから。
もうだって僕もいや全国ツアーもうだってこの3年はできてなかったわけじゃないですか。久しぶりに、なんなら TM レボリューションでは2017年に20周年を迎えて以降ちゃんとしたツアー、今このボードジャパンですから、そうなってくるとですよ、やっぱりね、もう5年もすればですよ、うまいものだって変わってるんじゃないかなとかね、いけてないところだってあるんじゃないかなということで、おすすめのね、あとはね、僕あの結構あの地方でランニングしてたりとかするので、ここ走るといいよとか、この間あったんですよ、お堀の淵とか、はい、金沢行ったりとか、ああいうね、なんかこうちょっとしたなんかね、さすがにこうで兼六園の中走ったりするとあんま良くないですけど、だからそういうところここいいですよとかね、一周でちょうど4キロですとかね、ああいうの教えてほしいなと思って、そんなこんなで今夜は地元のうまいものとおすすめのランニングコース、別にいやあのランニングコース別にマストじゃないです、あとは使いやすいジムとかあったら嬉しいです、はい、ここのああとねサウナがついてるホテルね、ちょっと待って何募集してる、そうね、じゃあね今ねやっぱ日本でツアーで仕事で行くとこって言うとね、あんまリゾートホテルじゃないのよ、そうするとなんかねホテルにねこうジムとそのサウナがついてるところが少ないんですよ、うまいものとジムとサウナが一緒になってるところベストこれね、うん、これはいいね、これあるとランニングコースいいや、自分でなんとかするわそんなの、うん、うまいものとジムとサウナのあるホテル、うん、これを教えてほしい、うん、いいねいいねさあそんなこんなで今夜は地元のうまいものそしておすすめのジムとサウナがあのセットインされてるセットインしてるやつ、バラバラじゃダメなのよダメだよ、一つになってないと、トレッドミル乗って汗かいてそのままそのサウナに行きたいんだ汗流しさっと、なんなら一回サウナで一蒸ししてそれからトレッドミルに乗りたいの一蒸ししたいの、いいね、ということで番組名する、メールアドレスは西川アットマークオールナイトニッポンドットコム、西川アットマークオールナイトニッポンドットコムまででございます、西川ね、はい、これはね西の死の分ね、 NISIA だ、はい、でございまして、ぜひともよろしくお願いします。そんなにしかもです、最近の若者たちはメールどころか LINE もやらず SNS のダイレクトメールしかやり取りしないというのを、はあ、そうですね、聞いてます、私も聞き及んでおります、そんなことがあるってだから今回メール以外の通信手段もご用意しました、そうこれ万能機器だからもう令和が生んだもう万能の魔法の玉手箱ファクスファクスすごいよこれは、こんなの見たことないでしょ、文字と一緒にね、イラストなんかも送れちゃうの、出てくんのそのままファクスこれはすごいんだからというわけで番組のファックス箱いきますね、0570-021242 0570-021242 番、ここかけてみ、すげえぜ、文字送れんの、書いてるやつ送れんのぜ、ファックスということでということでございますんで行きましょうか、じゃあ参りますよ、西川貴教のオールザ・ニッポンプレミアム、この時間は STV ラジオ山形放送 KBS 京都山陰放送山口放送四国放送以上各局ブースで東京有楽町日本放送キーステーションに全国7局ネットでお送りします。じゃあまずはここで1曲、この夏リリースでしましたアルバムシングルリティ2掛け合わせのプロトコルから西川貴教の方でございますよ、聴いてください、ぶっちぎれ、西川貴教のオールナイトニッポンプレミアム、さてともうメールが届いているということで、これはスティックのりからおいだけ、西川ちゃん、自己紹介より先に長渕さんの名前が出て長渕さんご本人のオールナイトニッポンかと思いました、そんなわけねえだろそんなわけないだろ、こんなにフランクだよ、そうそうそうさあということでございまして、まだまだねメールの方待ってます、今夜のテーマ日本全国うまいもの祭り、どんどんねおすすめの地元のうまいものメールファックスね、どんどん送ってください。メールは使ってないかな、もうみんな。もうね、
うん、今もダイレクトメールだって言うから、これでもアドレスなんか教えても、ね、誰も送ってこないんじゃないかと思うんですけど、うん、西川アットマークオールナイトニッポンドットコム。西川アットマークオールナイトニッポンドットコムだった。昔と一緒あったんだね。こっちだよ今ここミキサーさんとのコラボも最高。行きましょう、うん。ファックス番号、0570-021242。びっくりしちゃうよね。これ、新しいもん。0570だよ。東京03じゃない？すげえぜ。0570-021242。ここに、みんながもう手書きで書いたやつね、ガンガン、もう、上妻旅行すからどんどん突っ込んでくる。速達より早いってこと？あ、そう、当たり前だよ。すぐ来ちゃうの。やばくない？ファックス。なぜここだけリバーブが来るか。この技術力ちょっと待ってください。喋らないで。ちょっと本当に。ね、どんどん送ってください。さあ、今夜のオールナイトニッポンプレミアム。この9月で西川のオールナイトニッポン、レギュラーが終わってしまったため、今後のオールナイトニッポン、今後の日本放送で、私西川のレガシーを受け継いでくれる、そんなゲストをお迎えさせていただいております。その一人目、ゲスト、早速来てくれてます。ご紹介しましょう。元オールナイトニッポンパーソナリティでもあり、チョコ内では年一レギュラーとしておなじみ、今やってるレギュラーは他局ばかり、土屋レオ！どうも！私もヒサロに来てか行ってからくれよかった土屋です。よろしくお願いします。すいませんね、レガシーな、すいません。いや本当でサウナヒサロ行ってから来たんですよ西川さん。今日ジム行ってね。ジムかジム行って、うん、サウナ入って、うんうん、ちょっと焼いてちょっとこのラジオに向けて、すいませんレガシーそこは引き付けてすいません、よろしく。いやでもいや稲妻お疲れ様でした。本当にまあ残念半分ですけどもお疲れ様でした、はい、もう素晴らしい稲妻でした今年も、はい、いやーもうね後片付けが大変です本当に、普通にやるのと違ってね、うん、はい、もういろいろと保険の問題とかもあります。もう年内いっぱいかかるんじゃないかって本当に保険一応かか入ってますよね、もちろんね、もちろんです。それはいやとはいえねやっぱり、うん、こういったご時世ですし、うん、何があるか分かんないし、あともう本当に皆さんにねご心配おかけしたことはね、うん、やっぱりあると思うんですけども、楽屋はどうでした？いや西川さんおよびこの運営の方がやっぱコロナもあって、うん、やっぱその裏のケアっていうところも相当時間とお金のなんか見えない部分のところも相当かかってるなっていう素晴らしいケアでした。ありがとうございました。食事の関係のところも含め、そうですね、あとはもう本当にその全体のレイアウトをね、はい、まるっと、うん、それこそずっと何年も知ってくれてるから、うん、多分びっくりする。そうだから僕は4年ぶりだったのかな、はい、現地に行けたのはだったんですけども、その様変わり対策という対策を全部網羅してる感じは驚きました。いや絶対何かあってはならないこの場所でっていう、そうですね、そういうケア、さすがでございました。いやあと西川さんの楽屋の横に筋トレの機械が増えてました昔はね鉄アリ1個でね外でやってたぐらいで、もうすでにね今キットかなんか、はい、ほとんどツアーもやってるから、うん、だから結局トランポリン乗ってるんですよ。ああなるほど、僕のワンセットツアー用のそういうことか、そチンニングのバーとか全部もろもろダンベルとか、はい、ダンベル用やる時のベンチとか全部突っ込んでるから、はい、まあありがたいことで広げてくれるんですよ。ほぼほぼエニタイムフィットネスの状態、そうでしたね裏はまあなんなら俺会社持ってるから使ってんのかなと思ってパーソナルトレーナー見ますからね。ああそうです、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 紫のキーあったからな、うるさいなもうということでございまして、まあ、はい、日本その昼の時間帯もやってました、うん、そうですよ、私日本放送のレガシーを常にこうね西川さんのこう受け継いでね受け継いでやらせていただいて、うん、で数字が取れない男という印象だけつけられてんのに放たれたんですよそんなことないよ。僕はねこの20年芸能生活、はい、ラジオのレギュラーがなかったら9ヶ月だけなんですよ。すごいな。いやそれはありがたいなと思った、うん、で細々3番手4番手ぐらいをずっと言ってて、うんうん、で日本放送の節丸さんが、はい、土屋がいいんじゃないかっつって、こいつだったらいけるぞっつって、ね、うんうん、でついに初めてですよ、はい、先頭に立ったのが、いや、うん、あれはでもすごい人事だと思いましたよ、はい、僕ら的に、あ土屋亮ね、僕はね前々から土屋さんの使いどころ、はい、まだまだ他にありますよと、はい、僕結構売り込んでたんですよ、うん、ネチネチ、はい、編成とかに売ってたんですよ、うんうん、でやっと分かったのかと、はい、土屋さんはもうね、もうそれこそね家庭を持ち、うん、お子さんもいたりとかして、うん、もうね以前みたいなね感じじゃなくてもっとねこう開けてるんだよ、今の土屋亮は開けてるんだ、明るい時間帯のラジオパーソナリティとして変化してったんですよ、私はいけるんだよって、うん、来たな人事、これはいい、はい、このね形でね行くんだったらいいんじゃないかなと、うん、会うたびに土屋亮の目の下のクマが深くなってどうしたの、昼違うのよ、え寝てないの、どういうこと、違うのよ、ガチガチに決められてた
これは、いや、わかるよ。不安よ、そりゃ。まあまあ、ね、そりゃ、知名度的には、ここで育てたいというイズムがあるの、よーくありました。なるほどね。しかし、西川さんの、あの後、俺すっげー泣いたもんな。西川さんに、のラジオになんか僕、あ、じゃゲストで来てくださったから。はい。行きました。そして、その曲かかってるの裏で、土屋の使い方は、広い草原に、長い首輪つけて遊ばせるべきなんだ。リードが短すぎるって言ってくる。ああ、西川さん、これ初期の森博士と同じような過ちを犯してたから。リードが短いのよ。今電通です。今電通でした。はい、いや、まあでもしょうがないですけど、はい、でもね、いいスタッフに恵まれて。いやいやいや。はい、じゃあ、野に放たれましたけど、はい、その後仕事をいただく人、いただく人が全部そのレオナルドのスタッフ、作家さんからお仕事いただいて。これはやっぱ財産ですね。財産、ありがとうございます。そこでやっぱだから、ちゃんと真摯に土屋さんが頑張ってきたからですよ。そうですよ。ありがとうございます。最後 0.2 出してすいませんでした。本当に申し訳ございません。こんなんで CM 行くの？行く 0.2 よ。びっくりした。TM レボリューション、 TM レボリューションです。オールナイトニッポン、オールナイトニッポン、西川だ、西川、 TM レボリューション、 TM、 これからはTM レボリューション、西川貴教のオールナイトニッポン。これからはマルチやで。古いジングル。古いジングル。あ、ファックスが来た。来た。ファックス、ファックス。来てるよ。嬉しいね、感熱かな。おー、なんか触り心地久しぶりかの、ツルツルした感じ。いいよ、ツツツツツってね。うん。東京都、阿波。今取り急ぎ日本放送近くのローソンからファックスしてます。 あ、届いてますか？ファックス最高、ファックス最高。ありがとうございます。届いてるよ、ありがとう。ハローハロー、うん、壁にハロー。いい、ね、NHK のオリンピックみたいになってる。ありがとうございます。イラストなんかもどんどん回ってます。選手のね、はい、選手の似顔絵とかね。似顔絵、東京オリンピックの思い出。、はい、ね、ぜひ東京オリンピックの思い出をお願いします。ポジションとかね、はい、優勝シーンとか皆さんがね、うん、思うことる。リクエスト、リクエス ト、はい、いいですね。名場面、うん、シーンとかね。はい。あ、みんな紹介したい。紹介したい、東京オリンピックの名場面。でしょ、でしょ。お願いします。というわけで、この時間、西川貴教、この先、俺、日本放送で、私、西川のレガシーを受け継いでほしいという、チアリを一緒にお送りしてます。はい、頑張ります。はい。チアさん。はい。そういうことでですね、私が、まず、チアさん。はい。一番評価してるの。はい。これプレゼン能力なんです。あら。私。嬉しい。はい。うん、みんなね、土屋さんのことを、はい、鉄道の人だと思ってるんです。違うんです。これ何度も言っても、はい、すぐ鉄道の話を、ね、土屋さんにするんです、はい。確かに、その切り口もあります。はいはいはい、ただ、うん、それは、土屋郎の表層を舐めてるだけなんです。はい、その奥にお得が潜んでおるのよ。お得になりたいお得なの。そう。世界中でこれにね、分かってるの、西川さんとうちの妻の二人だけだ。そうなんですよね。そうなんですよ。はい、いろいろそういうプレゼンでね、いつもチョコナイで毎年出させていただいて、はい、なんなら僕は終了するということを皆さんと一緒にネットで知って驚きまして。いやいや。毎年。いや、今年だってね、はい、小田急の子供料金一律50円、はい、F1 を見てとかいろいろやりましたけど、はいはい、ついに僕は F1 に関してはですね、はい、NAC5 を休んで F1 観戦に行くってことはね、これはやらせて。いつ？来週です。そうだ、この間なんか発表してました。シンガポールがこの間やってました。で、今日です。今日予選で、明日本戦で。はいはいはい、はい。来週は鈴鹿で3年ぶりってことがあったりする。ここでやるんですけども、せっかく来年も、もうプレゼンできないんで、ちょっとここでいろいろ来年以降も含めていろいろやりたいなと思って行きたいと思います。土屋亮プレゼンツ、この秋から来年にかけて西川さんのお耳に入れておきたい、8つの方を、いけるかですけど、時間的にということでありますけど、いきましょう。まず一つ目にお伝えしたいのはこちら。まるまるカフェが流行るはず。もうご存知かもしれませんがね、もうカフェが新しい形態になってきましたよ。どういうことですか？原稿執筆カフェ行ったことありますか？え？それはリモートワークじゃなくて？違うんです。何ですか、それは。今、リモートワークとかそういうもので、いろいろ家で作業する方が増えました。はいはい、しかし、家というのは誘惑しかありません。まあ、いろいろ集中できない。うん、やはり、こう、いろいろ監視されてしたいっていうのがありまして、はあ、高円寺にあるカフェででして、はい、カフェに入場するときに何文字今日は原稿を書くってことを申請するんですね。で、これを書き切らないと退店できないというカフェができましたですね。
これは素晴らしいですよ。はい、そうか。じゃあもうその申請で、その S 系が決まるわけだよね。うん、そうです、そうです。はい。何文字って書いて、で、さらに店長さんが定期的に声掛けをしてきます。うわぁ。それも、レベルがハード、マイルド、ソフトみたいな、ここでいろいろ選べましてですね。これでいく。でいて、だから、閉店後も書けないといなきゃいけないんですよ。ちょっと待って、ちょっと。で、閉店後は、料金が5倍ぐらいになるんですよ。鬼何それ絶対に返さない。どういうことそれ。カフェが高円寺にありまして。絶対に返さないカフェだ。絶対に返さないカフェ。これが結構流行っててですね。僕も行ってきまして。なんなら、海外から、ドイツから取材が来て、僕ずっとその取材を、インタビューとか。放送されたかどうかわかりませんけど。ドイツの方では、じゃあ、土屋さんが普通にインタビューを受けてる。行く可能性がありますよ。はいはい。僕の映像は撮られてますから。すごい。でもおかげで、やっぱ普段僕も連載何個か持ってますけど、ダラダラやってるものがあっという間に2時間で書けると。へえ、そんなのあるんだ。こういうカフェが流行って今もう予約取るのも大変なんですけど、これでもね、原稿書いてライターさんはこれでいい、ありがたいんですけど、ついにそこのお店が系列で、ついに先週ですね、経費精算カフェっていうのを立ち上げました。恐ろしい。これはですね、なんかあれじゃない、年末電子とか大変なんじゃない、はい、年度末とか。そうなんです。もう、それも申請です。激込みなんじゃないので、領収書を全部生産、ね、エクセルとかに入れない限り退店できないんですけども。なんで誰がチェックするその制度と同時に、店長がいろんな会社の経費生産を、もう把握していくことになるんだよ。ここがすごいのが、その日の店長は税理士さんなんです。あ、だから、いろいろ質問ができるという、こう、見事じゃないですか。すげえ、はい、っていうのが、はい、今流行り出してるので、まるまるカフェっていう、カフェでどういうことをさせるかっていうのはまだ他にもアイデアがあるはずなんで、ぜひ西川さんもそういう筋トレカフェじゃないですけども、はいはい、なんかもう本当に腕立て何回しないと帰れないジムみたいな。なんかそういうようなのはネタとしても面白いじゃないですか。でも確かに、あれ、もうそれで言えば、はい、それこそアップルウォッチみたいなもんとかで、うん、リングができないと、はいはい、あの、ほら、アクティブで、はい、もうそれをちゃんとリングが1個形成したらそれ決められるけど、はいはいはい、何キロカロリー使えます、うんうんうん、で何キロカロリー使わなかったらここ出れない、うん、出れないってそれもうすぐできちゃうね。そうなんですよ。はあ、なんなら人いなくてもだから、それこそ、はい、ジム今ある普通に24とかエニタイムとか、はいはい、あれにそれ導入してロックと、そうだね、スマートフォンロックさせておいて、今日は600キロカロリー使う分にはここ出させませんみたいな。換金筋トレっていう、そう。これもできちゃうよね。そういうことね。下手すりゃね、はい。だから今本当にいろんなことが、情報が入ってくるので、逆に集中する。一つのことに集中するってものが出てますから、ぜひ西川さん、そういうカフェをぜひやっていただきたいなというふうに思います。はい、次は、はい、じゃあもう一個行きましょうか。西川さんにお耳に入れた四つのこと、二つ目はこちら。iPhone の OS、最新にした方がいいですよ。いや、聞いてますよ。なんですけど、はい、なんかほら、Apple Watch とか、バージョン上げちゃうと、はい、なんか Spotify が反応しなかったりみたいなのがちょっとあって、はい、なんか、Spotify の方から、新しい OS 入れないでください。そうですね。アップデートしないでくださいみたいなお知らせ来たりとかしてましたよ。はいはいはい、だからそのアプリに関しては、ちょっと様子を見てやった方がいいっていうのもあるんですけど、やっぱ西川さんももういろいろね、いろいろあって、もう今後浮気的なこともできないじゃないですか。さんさ、はい、するわけないじゃん。いや、だからもちろんです。それで、あれよく聞きますよ。そういうことはあったとしても墓場まで持ち帰ってくれみたいな。うん、ありますよね。これ iPhone GPS ついてますよね。まあどれにもついてるんじゃないですか。あのね、過去50日間の移動履歴全部チェックできるんです。勝手に、知らないだけで。皆さん、ぜひ、皆さんもぜひ最新になると、そこは一回ですね、環境設定から今 iPhone へし折っていいですか。今二つに折っていいですか。はい、そうなんです。で、ちょっとだから OS、ちょっと OS14 までの人はちょっと気をつけていきたい。まず環境設定で、プライバシーとセキュリティってところ、今 iPhone 持ってる方ぜひ押していただきたいんですけども、そうすると位置情報サービスも出てくるんですよ。はい。で、ここを押すとですね、普通に位置情報をどうするかなんですけど、ずーっと下の方まで下がっていくとですね、システムサービスってとこがね、実はあるんです。何その恐ろしいの。もう全然もう奥の奥まで行くんですよ。で、システムサービスってとこを押して、さらに一番下のに利用頻度の高い場所っていうところがあるんですね。で、ここを押すとですね。で、これからフェイス ID なんですけど、
過去50日間あなたがどこにいてどの交通手段で移動したかが全部見れるようになってるんですよ。僕の iPhone をへし折ってもらって誰か肘でうまいこと肘で割ってもらっていいですか。でこれがですね最近さすがにこれはまずいだろうってことになって、はい、直近の3つまでしか記録されないようにあの、ね、最新の OS はなってるんで、まだ上げてない方怪しい方ぜひ OS 上げないと大変なことになります。僕は全然あれですけど、はい、そのなんか後ろめたいことは何一つないですけど、はい、とりあえずそのへし折るだけへし折る怖いのがだから移動距離とかもスピードが分かってるから電車で移動した、あ、歩いて移動した、ここはあなたはここに何時間何分いたが全部分かるんですよ。これはあれじゃない、はい、もうあれじゃない、今大急ぎで今もう Wi-Fi がもうクラウドが大変なことになって全国のクラウドが特に今ネットしてる7局ぐらいとかのクラウドがもうすごい大渋滞もうことになってるじゃない。ぜひ雨のように今そうなんですよ。 iOS が墓場まで持っていけないんです。 iPhone は全部知ってるんです。だからこんなのが家族にバレたら50日間ですよ。す結構詳細に雨もう あれ静岡と雨柱みたいな本当ね、山形とか山形どっさりもうクラウドから情報がどっさり落ちてる今、うん、そうなんです。ぜひそういうものが、ぜひ見れますから。なんならでも今最新になっても前日の最新の3つは見れますので、昨日どこ行ってたかみたいなこと、まあね、これ携帯なんで嘘はつけないですから皆さん健全に生活しましょう。よろしくお願いします。本当そうだよね、うん、もう本当にでも相当でございます。いやすごいなきましょうか。まだ行こう。感じでやっていきます。うん、さあ、土屋亮プレゼンツ、この秋から来年にかけて西川さんのお耳に入れておきたい4つのこと、3つ目はこちら。野球が熱い。この間だって、はい、いよいよヤクルト優勝決まりましたよと。で、ね、でパリーグがいよいよ優勝。そう、ソフトバンクがマジック1っていうこと、はいはいはい、なんか終わりっぽいじゃないですか。はいはい、もうなんか、ね、なんかクライマックスシリーズありますねと。でもなんかさ、ヤクルト行かなきゃおかしくないみたいな気持ちではあります、うん、はいはいはい。そんなこと言ってますけど、皆さん忘れてませんか？ついに今シーズン終わると、6年ぶりに WBC が帰ってきます。あー。ワールドベースボールクラシックがですね、前回コロナでなかったんで、そういうこと？もうその存在を忘れてるかもしれませんが、ちょっと忘れてました。そうなんです。来年は WBC があって、で、日ハムが新球場になるので、ちょっとですね、これからサッカーのワールドカップがあるから、そっちでサッカーに気持ちがいくかもしれませんが、はい、その先には野球が熱いってことはね、ぜひこれはね、楽しみにしていただきたいですよ。へー、なんなら今ね、はい、NBA なんかも、うん、今東京っていうか埼玉か。そう。昨日ね、はい、プレシーズンマッチやってたりとかしていて、うん、いろいろ各、なんならラグビーのワールドカップも来年の年末にあるので、そういうのもあるのね、うん、いろいろちょっと野球が影に隠れがちですけども、 WBC でついに、そうね、いやちょっと栗山監督なんですよ。あら、代表監督が、あらあら、これがなんでかってことを裏読みすると、はい、大谷翔平のやっぱ育ての親じゃないですか。呼びやすい。誰が監督になると、はあ、その人のためにみたいな。はあ、なるほど。なかなかメジャーの選手は WBC に出ないってのがありますけど、はい、栗山監督だったら大谷翔平やダルビッシュも日ハムですから。呼んでくれる？全部来ちゃうか。なんならアメリカも全然出ないと思ったら、はい、スーパースタートラウトというエンゼルスに、はいはい、あれがアメリカのキャプテンとしても出場を表明しております。へ、なので栗山監督だったらっていうので大谷が出てきちゃったら、それでエンゼルスの仲間チームメイトのトラウトと大谷がこう戦うことがあるかもしれないなんてありますので、まあこれ日本放送ですから、おそらく独占中継とかやるんでしょう、きっと日本放送は。どうなんでしょう、日本放送がラジオの野球を守らないでどこが守るんだTBS がなかった今日本放送でなんとかお願いしたい。日原さんが、はい、日原さんの背中が見えるんですけど、大丈夫ですか？日原さん全然聞いて、後ろスポーツ部です。お願いしますよ。だから WBC どうなんだろうかなと思いますけど。はい、まあ、いうことで、要は、いろんなスポーツ満載というふうにお届けしましたけども、はいはい、実は野球はこの後、もう、
前回がなかったんで、6年ぶりの WBC。これは盛り上がる。いやー、これ楽しみですね、はい。そちらの方チェックしていただいて。どういう選手がね、また選抜されていくのかっていうのも楽しみですし。村上が4番だと思うじゃないですか。ちょっとね、だって出てもらいたい気持ちありますよ。大谷は何番なんだってことなんですか、ね、なるほどね。え、いや、ちょっと。ちょっと大変なことになるんですよ。クリーンナップが。どうなるのかというようなことでございます。はい、ちょっと盛りだくさんすぎません、はい、これから。これ、いや、ちょっともう忙しいんですけど、まあね、コロナも明けて、ちょっとずつお客さんも来るので、ね、エンタメ業界も含めて頑張っていただきたいなというところでございます。すね、さあ、4つ目行きましょうか。じゃあ、西川さんのお耳に入れておきたい4つのこと、最後の1つはこちら！ワイヤレスヘッドホン、保険に入りなはれやなんだそれ。どういうこと？もう、あの、みんな買ってますよね、普通に。買ってます、最近は。Bluetooth のイヤホンをやってますよ。はい、買い替えるときの基準は何ですか？バッテリーがなくなったりとかじゃないですか？ああ、そうですね。僕でもあの、結構汗かいて、はいはい、断線するじゃないですか、はいはいはい。そういうので結構、だから今はその IPS でしたっけ、うん、はいはいはい。IPX でしたっけ ?IPX だっけ、うん、うん。防水機能ああ、はい、そうです。はいはい。の高いやつ。運動能力のために、ね。今もうマックス7まで上げてますから。あら、すごい。だからそういう風でいろいろ、もう高価なものになってますから。そうですね。うん、で、Apple もですね、いろいろバッテリーがなくなって iPhone 交換するのもあるんですけど、はい、ついに Apple は AirPods に、ヘッドホンにためのだけに Apple Care Plus 4ヘッドホンっていうのが出ておりまして。ほう。これ3600円で、加入が可能なんですけど。はい。バッテリーが 80% 未満になると、あれ修理できないんで、新しいのに交換してくれるんですよ。あら。で、僕は AirPods を、2年前回の買ったんですけども、はい、もう2分ぐらいしかバッテリーが持たず。どんだけどう、2分 ?2 分ぐらい。どういうこと？なんなら僕はグッティのコメンテーターを家からテレワークでやってる時にエアポーツやってたんですけど、毎回切れるって。2分ごとに、片耳ごとやってるのに、時事問題を語ってたっていう過去があって。何それバッテリーダメだと思って買い替えたんですけど、はい、2年に1回交換するのはね、ちょっと高価なんですよ。まあまあまあ。なので、僕はこの10月の14日で、エアポーツ第2世代が2年経つんですよ。で、このギリギリに、アップにこのエアポーツを持ってくると、もう2年使えて、4年間も1回の払ったお金で使えるという、お得だという。ほら見てごらん、お得なのよ。結果これなの。この人がね、一番燃えるところは、お得なの！お得なんですよ。そうなのよ。ネットフリックスに1ヶ月だけ入ってめっちゃ見て。解約して次の1ヶ月はフールに入る。で、1ヶ月見て次はディズニープラス。一つしか入っていないのに全部が見ることができる。そういうことに皆さんお気づきですか？行くぞーあーもうなんか、そうですね。今日ね、もう本当に訃報もありましたから、うん、我々で伝えていきましょう。そうですよ。行くぞー行くぞ1ヶ月ずつ、ドーンありがとうございましたということで、せっかくなので、つやさん、はい、曲。あ、ありがとうございます。ラグフェア、実は、細々とツアーをやってます。なす、だから、新曲も出してるらしいですね。そう、新曲もやっていて、今月末からツアーでいろいろ回るので、よろしかったら来てください。聴いてください。ラグフェアとインスピの20周年記念で作った曲です。2020、あなた君僕。浪人生フリーターダメ人間よ先人の谷から這い上がれ TM レボリューション西川貴教のオールナイトニッポンスーパー懐かしいこれもう2000年代頭ぐらいですよねこれねメソッドメイヘムかなさあここでリスナーみんなにちょっとしたお知らせがございます今土屋さん、あ、ちょ、その前、土屋さんにメール来てる。あら、そんなことある？ありがとうございます。いますよ。富山県です。これは、小田抜。レオさんは赤坂じゃ、自虐うんちくおじさんのふりをしていますが、はいはい、どうしてチョコナイの時みたいに、独善的な本性を見せないんですか自分だけが気持ちよければいいんじゃないんですかひどい話じゃないですよ。自分だけが気持ちよい。違う。どういうことですか？いやいや、やっぱ赤江珠緒さんっていうね、はい、スーパーなパーソナリティがいるので。はいはい。この間だって武道館でやりましたね。そう、武道館でやらせていただきました。ターン結び。はい。あの、だから、
あの、それぞれ、僕はいろいろ、そこに染まりたいんですよ。うん、はい、だから、西川さんは僕をこうやるといいっていうのをすごく理解してくださってるので、はいはいはい、僕は縦横無尽にやるというのを、西川さんがどうそれを転がすかという、はい、楽しんでます、この関係性を、はい、なんかが成り立つのかなと思ったんですけども、うん、ああ、もうあっちは、もうそういうわけでいかないんですよ。だ、大変なんですよ。いや、すごいの。ピエール滝さんっていう方の後が僕なんですよ。それは。でモンスターなんですよ。なるほど、ね。だからそこに勝てるわけはないので、もうそこはこう、だから十五分。どういう感じのスタンスなんですか、赤坂で。いや、いじられてはいるんですよ。いじられてはいるんですけども、うん、その、あの、なんでしょうね、ポンコツなんですよ。僕も、おっちょこちょいみたいな。はぁ、うん。そういうようなところなので。なるほど。可愛い方向に行ってるのね。で、僕がなんか話すと、みんながはいはいはいつって背骨をかき出すみたいな、ポリポリポリみたいな。ああ、そういういじられ方にしてるわけね。はい、してるわけ。いや、まあそうそうです。はい。ね、はい。だからまあまあ、だから本当に、西川さんは僕のこのプレゼンションをすごく、理解してくださってる。僕は土屋さんの構成した番組に、はい、僕は出たいと思ってるんですね。構成作家として雇いたいんですよ。それはね、一度やってみたいなと思って。そういう作品もね、そろそろ我々作ってもいいんじゃないかと思ってますよ。はい、僕ちょっと一回裏ね、あの、あれになれ、あの、エンディングロールに流れたいんですよね。制作のとこに。はい、この後、坂本ボーティスで竹本ゆいちゃん生登場でございます。明日でもお楽しみに、よろしくでございます。東京有楽町日本放送キーステーションにこの後9時まで全国ネットで生放送、西川貴教のオールナイトニッポンプレミアム。さあ、ということでございまして、何度も確認しましたが8時です。8時間また無駄話をしてしまいました。いや、無駄っていうのが人生って無駄ですから、ね、いいですね。ありがとうございます。改めまして西川貴教と、あ、どうも作家の土屋亮です。どうぞよろしくお願いします。居残りです。居残りでございます。色々誘い笑いもしちゃおう。はい、今週から毎週土曜日この時間オールネット日本55周年を記念したオールネット日本プレミアムがスタートということでございます。そうですよ。毎週週替わりでオールネット日本経験者が登場していくと、土屋さんもね11月に出てくるんじゃないかなんて噂が噂そうですね、今わかりません。すごいですね、技術ですね。噂って言えば確定じゃない、はい、ヒストリーチャンネル見てますから。ヒストリーチャンネルでは必ずあの宇宙人のね、うん、話されてるんです、ずーっと。あの、ではないかと言われているみたいな、もう全部が曖昧の確かな情報なんか一つもないんだから。ずっと見てますから、はい、そうですよ。ではないかの噂もありますから、はいはい、ということでございまして、うん、この時間から静岡放送も含めた全国8局ネットになりました。ありがとうございます。この後9時まで生放送でお送りしてまいります、うん、静岡皆さん、ちょっとね、そうこの間の台風の影響なんかもあって、うん、ね、断水とかも続いてね、ね、まだまだちょっと心配な状況にはなってるかなというところで、気にはずっとしてるんですけれどもね、6万個断水とかって言われてる話もありましたし、うん、1日も早くね、ね、まあでもラジオだったら、もしかしたら環境によっては聞いていただいて、うん、こういった中でもね、少しね、心安らかに、過ごしていただける時間になったらいいなと思っております。はい、よろしくお願いします。さあ、ということで、ちょうど来週土曜日、TM レベリューション、今度ね、10月の、うん、あ、日曜日ですよ、10月9日。静岡県静岡市民文化会館大ホール、ここから TM レベリューション全国ツアー、また47都道府県全国ツアーまたスタートしますんで、すごい、うん、横須、この次はね、10月の14日が金曜日、神奈川県横須賀芸術劇場です。はい、移動するんだね、5日間です。そうなんです。いや、でもその間にあれを普通にやって、ここもありますから、その次あの京都の東本願寺でオーケストラと一緒にセッションして、その翌日愛知県でライブあります。そんな感じでございます。やってます。そのための筋力だって、ね。ありがとうございます。ううす、さあ、ということで、うん、来週から TM ルーフのツアー再開引ける今夜、全国うまいもん祭りというテーマで、ツアー先楽しめそうなうまいものを教えていただいております。全国の美味しいもの、ジムとサウナがあるホテルの情報、正確に言いましょう。はい、うん、ね、こちらでございますね。はい。
何正確に言うと何いや、正確に言うと募集してるのはジムと。ああ、そうなんですか。二つあるよってことね。はい。はい、福岡県糸島市、雄太。西川ちゃん、私の住んでる、福岡県糸島には、元気クラブというスーパー銭湯とジムが一体になっているところがあります。ホテルは信号を渡って向かいにあります。ぜひともお越しください。ああ。ですか、信号ぐらい大丈夫ですか。いやーでもね、もうこのご時世さ、もうね、マスクもそうですけど、はい、もう見られてね、あ、何がどういう風にってなるのが怖いから、嫌だ。ですか。いや、ちょっとね、そうなんですよ。館内で。ごめんなさい、館内で。はい、ちょっと体が立派すぎるのでね、それがいろいろ見られてしまうとね。違うわ。うん、福岡県、大牟田市、スーア。西川ちゃん、ホテルで、ホテル付きではないんですが、ぜひ福岡まで来られた際は、福岡空港のジムへ行ってみてください。え、空港にジムなんかあんの？いいです。滑走路、飛行機、青空を眺めながらスクワット、アームカール、ミリタリープレスは、最高です。へえ、どんなぐらいの設備があるんだろう。空港になんか、そう、なかなか聞いたことないですね。逆にあれか。ラウンジみたいな感じであるってことですかね。先に、じゃあもう、福岡空港、もうだから、早く出ちゃって。うん。一トレして飛ぶ。そうそう、一トレ飛ぶですよ。でしょ？で、降りて一トレまで、ね。降りたらだってそのままサウナ行けばいいんだもん。ああ、まあそうかそうか。はい、うん。羽だから。羽だから。はあ、なるほどね。そんな。確かに、それは需要がありそうですね。いや、だから、うん、もう今やね、時間をどうやってマネジメントするかなんですよ。はいはい。一日の限られた時間をどううまく使ってって。ほんとよ。そう。だからもう今僕あれですもん。サウナとか入りながら、うん、ずっと、今ほら、音楽とか、聞いたりとかしてたと思うんですけど、はい、うん、それをやめて、ずっとだから、こう、サウナに入りながら、うん、高橋陽一チャンネルをずっと一通り、ちょうど、1話8分なんですよ。はいはい、1話8分の高橋陽一チャンネルを聞いていくと、うん、セットに使えるんですよ。高橋陽一が一通り喋って、8分、喋り終わったら出てって、あの、シャワーで汗流して、水風呂入って、はいはい、で、ちょっと外気に触れて、で、また戻るんです。また次の、あの、はい。そうです。為替の問題とか、をスタートするんですよ。それをずっとひたすら繰り返し、高橋を言っちゃうんで。整ってますね、そういろいろと。遡ると、だからもう、あの、もう上げてる動画も、500いくつとかあるんで。へぇー。豊富に遡れるんですよ。はいはいはい、はい。うん。あの、世界情勢とか、うん、為替の問題。うん、外貨が、実は日本は、外貨他の方、どれだけでいろいろ持ってるから、うん、そこ今ね、ちょっとでもね、売却したりとかすると、うん、全然国内のね、方とかも需要も補えちゃうんじゃないかみたいな話もされてましたよ。汗だくになりながら。そうです。それは、へえーと思う。サウナキャップ、サウナキャップ。もうそれが入るのよ。入るの体に。ずっとフォーカスしてる。暑いのよ。フォーカスしてるから、自分に。サウナハット被って、うん、自分が作った。お手製の、うん。次のあの、自分のグッズで出してやろうと思ってサウナハット。サンプルでできたやつ。うん、俺、自分で被って、うん。それ被りながらずっと。異様な光景ですよ。誰も話しかけてこない。そりゃそうでしょ。聞いてるんだからすごい。これは札幌市、東区、サチネ。ジム、サウナ付きホテルをお探しとのことですが、札幌でいらっしゃる際には、札幌市中央区大通公園近くのロイトン札幌はいかがですか？ロイトン。スポーツクラブ、NAS、ナス？これはな。ロイトンクラブというジム、プール、ね、サウナ付きのホテルがあります。はい。これはいいですね。来ました。これはいいんですよ。もうちょっとしたラウンドワンですよね、これ全部。もうね、いや、でも本当そうです。ああいうものが必要ってことですよね、今後ね、トレーニングする人用の。いや、でも、こうなってくると、うん、その、僕とかは単に、うん、その、熱気に浴びたいってだけじゃなくて、うん、その前に、こう、有酸素運動を挟みたいんですよ。ほうほう、ジョギング的なこと。己の力で汗をかいて。はい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 。その後、整いたいんですよ。はい。だからそのランニングをしながら1リットルとか 1.5 リットルの水をバカバカ飲んで、はいはいはい、で、もう汗だくになった状態で、さっと流して、ね、体を整え、きちんと身をね、ちゃんと整えて洗って、で、さっと流した状態からサウナがスタートするんですよ。これがいい。その間、じゃあ、ジョギングをして、また別のサウナに行くのは、それがやっぱりダメなんですか、その間が。もうシームレスで行きたい。もう同じ気持ちの状態で、繋がりたい。一つに、一つで言いたいの。ルンバの快適性みたいなもんですね。なんだよ、わかんない。段差のない掃除で便利だよね、ルンバ。キングオブアウト、はい、豊平区札幌市。北海道の美味しいものですが、ライブに来た皆さんはよく MC で、やれ、ジンギスカンを食べただの、スープカレーを食べただの、海鮮を食べただの言ってますが、ここは、
三好の餃子カレーを食べたと言ってみましょう。そうすると道民は、お、西川ちゃん、2だね、と。さらに北海道での株が爆上がりします。はいはい、北海道ではポピュラーな餃子屋で、ひき肉が入った程よい辛さのカレーに、三好の特製の餃子が合います。なんですか、これは。ちょっと初めて聞きましたね、これは。聞き、もう本当に、北海道でしょ、うん、もうその手前、ジンギスカン、スープカレー、うん、味噌ラーメン、はい、行ってました。はい、もう大体こすってきましたね、そこで、ね、はい、食べたよ。うん。もうだって、たまの北海道じゃない。はいはい。こういうところこすらないでどうするのと思ってましたけど、うん、この三好の餃子カレー。餃子と北海道のまずイメージはないですね。三好のか。三好のの餃子カレー。うん、はぁ。三好のの。へぇ。やっぱ、北海道出身いない。いないか。でも地元の人にはそれがもう美味しいソウルフード。やっぱ、有名なんですか。高橋優くんとか札幌住んだよ、この。ああ、そう。だってね、やっぱね、ツアーのトークってね、四国行っていきな、香川でうどんの話すると、はいはい、知らないだろうみたいな。あえてそうじゃなくて、もっと地元のってなって、ガッときますから。なるほどな。こういうのはいいかもしれない。はい。はい、ということで、他にも、うん。これはペンネーム、まるっと。福井のおすすめは、水ようかん。福井で福井では、冬に水ようかんを食べる文化が、ああ、これなんか聞いたことあるな。根付いてるので、冬の時期に、ボードジャパンで福井に来る機会がありましたら、スーパーにも置いてあるので、ぜひ食べてみてほしいです。低脂質で、筋肉和菓子大好き、西川ちゃんにぴったりだと思います。うん、滋賀のドアスタッパーのような、デッチ洋館とは違った歯触りと味わいをぜひご賞味ください。へぇ、水洋館、冬。水洋館。冬にね、夏っぽいですけど、水洋館、ね。そう、我々も、うん、加納正治庵さん、地元の和菓子屋さんで作らせていただいてるやつは、夏場、水洋館作ったんです。はいはい、うん、それはなぜかというと、お餅が熱で、やっぱり柔らかいお餅なんで、やっぱ熱でへたったりとかすると、はいはい、これは良くないと。いうので、うん、秋から春まで。ああ、なるほど。かけて作らせていただいてるんです。うん、だから夏場は水羊羹なんですけど、これ、冬場の水羊羹ってさ、どうなんだろう。どういう風な食感、ね、いや、でも水羊羹ですからね。うん。普通の羊羹にも食べやすくて。食べやすく。あっさりして。うん。あれなのかな、こたつで食べる、アイスクリームみたいな感じなのかしら。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。そのギャップな感じ。そんな感じもしますね。福井はね、食べ物美味しい。うち母方が田舎が福井なので。ああ、そう。うちもよ。ああ、そうなんですか。うち母親、母方が、じいちゃんばあちゃん、両方とも福井。ああ、そうですか、そうですか。そうなんです。食べ物美味しいから。水ようかね、冬ね。そうなんです。福井しばらく行ってないね、はい。ということでございまして。こんな感じで、どんどんね、メールファックス募集しております。はい。こちら、メールアドレスは、西川アットマーク、オールナイトニッポンドットコム。西川アットマーク、オールナイトニッポンドットコム。そして、ファックス、はい、ね、送っていただいてます。0570-021242。なぜか今、ファックスが部屋中に張り出されています。来たよ、これ。すごいのよ。オリンピックの思い出な感じになってますよ。アパホテルのイラスト付き。なんでなぜなのそうか。サウナが付いてる。あ、サウナが付いてる。あ、そういうことね。そういう思い出が。はいはいはい。どんどん今貼られてますから。このちゃんにファックスいただいた、ね、これ送ってますけども、0570-021242、0570-021242 番まで。いいですね。朝一のエンディングみたいになってますからね。あと、不意に電話かけるかもしれませんので、もしよかったら電話番号とかもね、個人情報、どんどん棚までよろしくお願いします。土屋さん、この後どうします？はい。せっかくだからね、長い。居残りね。あ、はい、よろしくお願いします。いいです、いいです、いいです。はい。じゃあ、ここで一曲いきますか。いっちゃう。いきましょう。西川貴教で、エデンスルーザラフ。西川貴教のオールナイトニッポンプレミアム。さあ、ということで、楽屋がですね、賑やかになってまいりました。楽屋じゃない、楽屋じゃない。楽屋じゃねえ。スタジオ。神聖な生放送スタジオで。俺、なんか、普通に、なんかね、普通にいる感じでした。ごめんなさい、楽屋つっちゃったよ。普通、スタジオです。すいません。ということでございまして、もうね、ちょっとね、もう笑顔と、この笑い声でですね、賑やかなの伝わってると思うんですけども、今夜の西川貴教のオールナイトニッポンプレミアムは、先月いっぱいをもって日本放送のレギュラー番組、ちょこっとナイトニッポンが終了を迎えた、私、西川、今後のオールナイトニッポン放送で、この、私の西川のレガシーを受け継いでほしい方をお招きしておりますけれども、7代土屋亮さんね。はい。まあ、土屋さんもね、すっかりね、いろいろこう、
枝も生えちゃって。いや、もう、チョコナイもね、あの、1ヶ月ずっと。もちろんで。1週間分のギャラで全部言いましたから、ね、はい、ありがとうございます。すいませんね。いいんです、いいです。グループとして日本放送など、こちら、有楽町、星空放送局担当中、今年の稲妻ロックフェス初日に登場してくれた、桜坂46から、我が滋賀県出身、二十歳、竹本結衣ちゃんです。よろしくお願いします。都が生んだパワフルガール、竹本結衣です。よろしくお願いします。いいね、素晴らしいね。お願いします。何があってね、今これね、また楽屋って言いそうになっちゃったあのスタジオに入られてるこのファックス、はい、見たことないんですよ。そうか、世代的に。20歳の竹本結衣ちゃんは初ファックスメールで送るものだと思ってますね。ほら、うん、こうやってイラストなんかが送れるんです、はい、こうやってすごい嬉しいですね。頑張れって来てますよ。いや嬉しいですね、ファンの方が送ってくださってる。最後まで走ってって本当ね、ゴールまでってゴールまで頑張れ。そうそうそう、みんなで応援してます、はい、ありがとうございます。桜坂46の番組自体は何曜日になるんだっけ、はい、日曜日です、はい、11時からもう出るんですけど、もうまあでもそこそこ長い、はい、もう1年、あ、桜坂です、うん、あ、桜坂としてはそうなんですけど、その前の欅坂の時代から同じこのこっち欲しいっていう番組はやらせていただいていたので、かなりもう長いこと。そうすると結構、はい、桜坂になってからだとこれぐらいだけど、はい、って感じか、そうですね、はい、そうですね、ということでございまして、そっちの方では結構入れ替わりでメンバーがしゃべる。そうですね、メンバーが毎回変わって、一人メインパーソナリティで井上里奈というメンバーが回してるんですけど、はい、あの相手のメンバーは毎週変わるという形で、うん、はい、じゃあ結構回ってくるまでに時間かかるよ。2010回に1回ぐらいなんで回数すごいな。年に1、2回だ。本当そうなんですね。年に1、2回ですね。さあ、ということで、はい、竹本さん、はい、ございまして。はい。今年稲妻、はい、来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。もうその際には本当にね、はい、なんかちょっともう、みんなね、裏でなんかもらっちゃって、なんか、こう感動をもらいすぎて、いや、あの本当ぶわっつい手紙申し訳なかったです。いや本当にまあもう重量がいただいた時に結構あのね、重量を感じる手紙の量ってなかなか最近もらわないじゃないですか。いやいや、あれでも書き足りてないですから、私もう必死に西川さんこうお忙しいからまとめてまとめてあの量なので。あ、そう、申し訳なかったで、それとほぼ同じ量のブログが更新されていて、そうですね、書き足りない分、ね、あっちも見て、はい、いや、なんかね、本当にちょっとね、なんだろう、あのブログを見たうちの稲妻の委員会のスタッフが全員もらい泣きしてました。本当ですか？はい。漏れなくもらい泣きしてました。いや、こんな時代にね、こういう風になっていくんだなと。うん、まあ、続けてくるって、いろんな喜びがあるけど、こんな喜びがあるんだと。ほら、ね、ステージ出てくれたみんなが、どんどんメジャーアーティストになって、はいはい、なんかみんなに知り渡るようなアーティストになって成長していくっていう姿を見てきたこともありました。はい、でも、稲妻をきっかけに、ね、社会貢献とか、はい、そういうことをこう考えて、はい、そういうことを勉強していきたいっていうふうなことを考え、はい、こんな嬉しいことないねまさにもうレガシー引き継いで、もう本当私あの筋トレだこれからは、うん、いいよ、もういやいや、それいいんだよ。もうなんか大学今通ってるんですけど、うん、その大学の入試で稲妻ロックフェスについての論文を提出して合格して、本当にもう稲妻に出るっていうのが私のアイドル人生の中での本当に大きな夢だったので、ありがとうございます。本当に夢を叶えてくださってありがとうございますって気持ちしかないですね。いやいや、もうなんか、はい、ね、土屋さん、はい、頑張らないといやいや、ちょっと論文書けるそれ、すごいね。何文字書いてあるんですか、2000字の論文を、稲妻のことを、はい、書いて調べて、はい、じゃあ実際出てみて、もうね、はい、それこそ4年前だっけ、はい、とかは本当にこう、はい、実際に会場に来て、はい、客席から見てくれたから4年経って今度は出演者としてステージ側から見た感じどうでしたか。信じられなかったですね、正直。あのもう踊ってる時から、うん、涙をこらえるのに必死だったんですよ。いや、もうあの、ね、自然とみんなが竹本さん の、 あのカメラが抜かれる瞬間を、うん、みんなの、はいはい、ね、早く抜かないかな、そうね、見たい見たい、早く見たいってなってたね。いや、もうなんかまさかこのステージに自分がこれ桜坂として、しかもメンバーみんなでこう帰ってこれて滋賀に行って、うん、なんか想像もしてなかった、大きすぎる夢だったので。いや、だからその時ね、はい、その最後ね、あ、最後で最初か、うん、ステージこれから上がるよっていうタイミングで、はい、前回ね欅で来てくれた時、うん、どれぐらい残ってんの、うん、って話してて、うん、私ですって言ってくれて、うん、あ、もう本当にね、うん、こうやってまたこう
新たなね、はい、このチームの雰囲気でこのステージに立ってくれる、うん、これが僕的にもすごい、やっぱり両方だからそれ欅も桜も両方出てくれてるイベント、うん、なかなかね、はい、フェスとかで言うとすごい少ないと思うので、うん、本当にありがたかったです。こちらこそです、ありがとうございます。いやでもね、その後ね、地元ですから、はい、ご家族とかどうでした？はい、もうあの家族、親戚、友達、学校の先生、うん、全員来ましたね。もう全員見に来てて嬉しい。そこだよ、夢が叶うっていう瞬間プラス、なんか本当あの参観日みたいな、その独特の緊張、あのなんて体育祭に全員もう揃って見に来るぐらいの、すっごい緊張しちゃって。すげえ。いやでもね、はい、なんかこういう形でね、うん、なんかご家族とか、またこれまでね、ずっと本当にゆうちゃんを応援してたみんながさ、はいはい、こういう形で一つになってくれるって、そういう機会に僕らも入れてね、よかったなということでございます。地元ね、恩返しするっていうのが私のアイドルとしての一番の目標だったんで、すごい。なんかそういう、その一歩がなんか、この間のステージで踏み出せたような気がして、本当嬉しかったです。いや。はい。なんかね、うん、こういう気持ちでいてくれるってね。だから本当に、なんかあった時のこの日は、もう桜坂が最後に。うん。いや、本当、っていう日で。いいんですか？いよいよ桜坂が鳥を務める。うん、私ステージの上から泣いちゃいました。またね。いやだってもう終わった後、西川さんの顔見た瞬間に、うん、大号泣。そうなんだ。なんか周りからすると僕がなんか余計なことしたんじゃないかみたいな、変なダメ出し、うん、お前がすんじゃねえよみたいな、やめてと思って、泣かないでと思って。もう西川さんの顔見た瞬間に、あ、もう西川さんにお会いするのも夢だったんで、いやいや、一気に全部込み上げてきちゃって、嬉しかったです。こっちも楽しい後輩が出てきましたね。本当に、いやだから本当にこうやって次はだからこうで、竹本ひゆうがどんどん引っ張った桜坂が本当に稲妻のね、いずれかの日の大鳥迎えてくれるように、ちょっと本当にこれからも応援していきます。よろしくお願いします。これはですね、滋賀県16歳、ゆらのらーゆ、滋賀で生まれ育って今年初めて稲妻に行きました、うん、グループに加入当時から竹本結衣さんを応援していたので、うん、滋賀県民の竹本さん推しとして稲妻で桜坂46が見れてとても感動しました。一人で行って心細かったのですが、うん、一日とても楽しくていい思い出ができました。いやもうこんな嬉しいメッセージないですよね、本当にね。もしかしたらね、いずれ今度また、うん、こっち側に来てくれるかもしれない、ね。そうね。3世代。そうだよ。同じように今度は。ゆいちゃんの姿を見て、ね、今度こっち側に回ってくれる子が。そんな子が出てきたら私また泣いちゃいますね。いや、絶対そう。それは、泣きます。確実に泣きます。全部泣いちゃう、ね。全部泣いちゃいますから、稲妻関連はもう。でしょ。いや、でもね、これ、まあ、稲妻のね、こともそうでしたけど、はい、でも、結構、まあ、我々ね、地元の人からしても、うん、まあまあそっからね、うんうんうん、東京に出ていくとか、こういった世界に行くってのって、親御さんは相当心配されたんじゃないですか？もうオーディションの途中ぐらいから、うん、やっぱオーディションが進んでいくにつれて、うん、ちょっと可能性が出てくるわけじゃないですか、はい、東京にもうすぐ行くことになるかもしれない。最初はね、親御さんだってね、まあ、はい、言ってるんだから、まあ行って、そんなのね、そんな世界じゃないからって。受かるわけないんだから。うん、どんどん、一時選考。あれ書類も通ってる。あ、2時なの？なんか、あれ冗談だよね、これ、みたいな。三次選考終わった後ぐらいから、お母さん毎日泣いてました。いやーでもそうなるよな。もしかしたらっていうことを考えて、お母さんがもう涙が止まらなくて、うわー、なんかそっち側の気持ちになっちゃうね、はい、いやもうな、いやそりゃ心配だよ普通親は。それはね、愛だからね。いや私はもう家族大好きなんで、未だに2日に1回は家族、お母さんに電話かけて、だってさ、今日ね、今日来てくれるってなってね、なんかもうどうぞと差し入れくれたんですけど、これ滋賀の高大社の糸切り餅です。これ多分地元の人以外はおーってならないやつ。そこで買った、近くで買ったんじゃないのね。いや、ちゃんと昨日までちょっと大阪の方で桜坂ライブをさせていただいて、はいはい、今ちょうどツアーが始まって、うんうん、はい、それで一泊だけ滋賀の方に泊まって、はいはい、今日の朝一で高大社に行って、これ買いに行く糸切り餅、はい、何ですこれ。これ糸切り餅初めて見た。本当ですか？なんか青と紫の線、はい、なんか
なんだ、アクアフレッシュみたいな。美味しい。いや、まあまあ、確かに、ね。アクア、いや、完全にアクアフレッシュですよ、これ。アクアフレッシュ。アクアフレッシュ。めちゃくちゃ美味しい。そうそう、大好きなんですよ。お餅なんですけど、これだから、糸切り餅のこれを糸で切ってるんです。はい、はい、はい、はい。なるほど、なるほど。だから、その、ほら、神社とか、そういうところだと、ほら、ね、いわゆるその参道とかで、こう売ってるお餅なんですけど、これ有名で。あ、で、糸を切ってる感じの形になってるのがいいですね。そうです。この、だからこう、素朴なんですよ。うん。ね。こういうところが。かわいいですね。かわいいですよね、これ。大好きなんです。なるほど。あとでみんなで、いただきます。さすが、知ってるので、糸切り餅すごい推してて、結構ファンの方が最近よく糸切り餅食べに行ってくれる、ことが増えてきて、すごく嬉しいですね。このね、放送紙の裏が、ちょっとした、マップになってまして。あ、本当だ。はい。本当だ。こんな感じで。多賀大社の周辺観光マップ。はい、周辺観光マップでございます。あ、便利だね。素敵ですよね。ね、こういう心遣いでございます。さあ、ということでございまして。まあね、今ね、はい、大学通いながら頑張ってるということでございますが。はい、まあね、そういう意味では、どう？まあ言って東京出てきてから2年ぐらいか。いや、4年ぐらい。4年ぐらいか。3年半ぐらい。ああ、なるほど。はい、じゃあ、その前から、大学行く前からもう、そうか、はい。そうです。そっちもあったから。じゃあ、通いじゃなく、じゃあもうこっち出てきちゃって。あ、大学ですか？うん、てかその、アイドルとしてやっていくときに。そうですね。高校2年生の時に受けて、うん、もう高3の春には、もうこっち上京してきて。っていうことだよね。こっちで受験をしたっていう感じになる。じゃあもう家賃の更新とかも一回したぐらい。迷うよな、アイドルじゃない。アイドルなんでしょうか、ちょっとやめてください。家賃関係は。家賃関係。家賃関係。普通にやるよ、アイドル。ちょっと考えて、すいません。オブラート。マイナスイオンで体に優しい西川貴教のオールナイトニッポン。何この偽 A6 スケみたいなやつ。懐かしい。これは名古屋市天白盆栽ね。西川ちゃんとレオさんの愉快なだけの投稿を聞いていて、まあうん、竹本さんの素敵なお話を聞くと格差で耳が気になる。格差だよ、ね、糸切り餅みたいな感じだよね。冷え切った僕の心も温かく、うめえな、来てよ、温かく感じがしました、うん、来年も桜坂出てほしいですし、もしグループとしての出演がなくてもバックヤードの中継の MC で竹本さんが担当してほしいと。ああ、それはいい、なるほど、それもありか、それもありか、もうだからもし本当に、はい、だから桜坂のスケジュールどうしてもなんかこの日メンバーがダメとかなんかいろいろね、うん、そんなことはありえません。なんでやねん。なんでやねん。絶対ありえないです。稲妻ロックフェスのために毎年9月の西川さんお誕生日付近は開けてます。桜坂は。ちょっと当たり前じゃないですか。重荷だよ、ちょっと。来年もね、はい、出てほしいということで。はい、で、まあ、クヤドの中継、はい、もしよかったら、じゃあ、レオさんと一緒に絡んで。そうそう、それお願いしますよ。いいんですか？ちょっとだけでもいいから。一緒に絡めるとね、それで。楽しい。琵琶湖の案内とかもやろうよ、一緒に。いいですか、一周、うん。さあ、ということで、竹本ちゃんに、滋賀県愛を思う存分アピールしていただこうということで、はい、こんな企画を用意させていただきました。行きましょう。西川さんと一緒に全国の皆さんに PR したい滋賀県のおすすめベスト3。さあ、ということで今回私的に全国の皆さんに知ってもらいたいね、ところでこれ滋賀県の竹本さんのやつ、おすすめスポットだったりおすすめグルメを選んできたので、そのベスト3を紹介させていただこうかなと思うんですけど、もう一発ね出てますね、はい、美味しかった、今初めていただきましたけど、ありがとうございます。餅の塩味が、そうなんです、そっからの甘みでバランスがいい。ありがとうございます。こんな美味しいアクアフレッシュ初めてですね。完璧に読み合っていただいてありがたい、うん、ありがとうございます。さあ、ということで知らないことは結構あるんだね、まだね、滋賀県に関して、うん、はい、聞きたい、ありがとうございます、うん、ということでまずじゃあ一つ目、うん、ちょっといきなり先ほど出ました、お願いします、多賀大社と糸切り餅、はい、これ、あ、なるほどなるほど、これね、はい、私今日行ってきたばっかりなんですけども、私嬉しい、本当小さい頃から家族みんなでよく、うん、あの参りに行ってた。いや、でもね、言って多賀大社って、はい、いわゆるその東海道本線の駅とかからすると、はい、ちょっと内陸なんですよね。そうです、少しね行きづらい、彦根の方になってくるので、はい、ちょっとまあ北の方ですね、はい、なんですけど、あのなんて言うんですかね、もう私にとってのパワースポットなんですよ、ここが。なんでここに行くとやっぱこう頑張れる
なんかこうあれですか、オーディションを受けるときとかも、はい、もしかしたらお参りに行ったりとか。そうですね、こう大事な節目は必ず高台社に、家族みんなで行って。古生線に、古生線に。あっち行かないで、東側だっつってんだろ。東側から、ごめんごめん、東側。どうそう。そうですね、はい。そこで糸切り餅を必ず買うっていうのが、もう、定番のコースで、糸切り餅もこれ、ただ普通に食べるだけじゃなくて、うん、天ぷらに、として揚げたりとかあるんですよ。書いてある。これを、はい、天ぷらにして食べたり、ブリュレにして食べたりっていうのが今食べれるようになってて、今日も売ってました。天ぷら糸切り餅。へー、はい。でもここに第23回内閣総理大臣賞受賞って書いてある。はい、そうなんです、ね。すごい、いろいろ賞取ってるな。すごいんです。すごい。めちゃくちゃすごくて、うん、でやっぱ多賀大社の前ってなんていうんですか、すごいいい雰囲気の街並みがあるんですけど、小さいね、なんかこう、はい、めちゃくちゃいいんですけど、サンドがあって、はい、近江牛のコロッケだったりとか、はいはい、美味しいうどん屋さん、そば屋さんとかも、そういうのも相まって最高の地域になってるんですよ、うん、あそこすごいですね。もうみんなに行ってほしい。いやでもあそこら辺ね、はい、意外と本当に観光で来られる方も、はい、なかなかそこまでね、まあ、ちょっと車とかね、足がないと行きづらいみたいなところがあるんで、うん、はいはい、確かにちょっと難しいですけど、もしよかったら行っていただきたい。ぜひ、はあ、うん、ぜひ。イモさんラジオなのに顔で語るタイプの、そう、美味しそうに喋りますね。いいよね、うん、お見事ですよ。マスクしてるのに目だけで美味しそう。あら、最高。恥ずかしいです、ちょっとちょっと恥ずかしいですけど、はい、さあ続きまして2つ目お願いします。じゃあ2つ目いきます。うん、琵琶湖博物館。あこれはね、本当に世界知らない。いや、それあれですよ、私のやってる稲妻ロックフェスの会場、はい、お隣です、うん、そうです。もうだから行かないとダメなんですよ、稲妻に来た方っていうのは。そうなんです。絶対にもう流れで行かなきゃいけない。流れで行かなきゃいけないんだね、はい、そうだね、うん、琵琶湖博物館、本当に私にとってはもう世界で一番面白い博物館いいね、竹本さん、いい、最高だね。みーちゃん、あのね、危ないですか。 あのね、いや危ないんじゃなくて、あのね、そうでもないの楽しいよ。楽しいんだけど。いやいやいや、世界一のこのね、世界一ですよ、それ。リニューアルオープン後行かれたことあります？行ってます、こんなばっかりだよ。行ったばっかりだよ。めちゃくちゃ。上のマンモスの骨が肉ついてってすごい。肉ついてるの、すごいね。世界一だ、それは。いや、でしょ？いや、だから、前は標本骨格だったんですよ。はいはいはい。なんですけど、それだと大きさがわかりづらい、うん。半分だけ肉ついてる。あー、なるほど。理科の実験室みたいな。そうそう。会えちゃうっていう。だからよく、そうそう、そういうのは、だから昔はこれぐらいのものがこの琵琶湖にもいましたよ。あ、そういうこと。めちゃくちゃ面白いんで、本当に古代魚だったりとかね、はい、淡水魚の養殖だったりとかも、本当に、私、この間行ったんですけど、うん、この夏、一番の思い出になったんですよ、琵琶湖博物館。竹本さん。なんでしょ、竹本さん。私、竹本さん。あのね、一番っていうのやめて。いやいや、他にいる。それは個人的な博物館。それはそれぞれの博物館。博物館とかさ。西川さんが敵になってしまうと、違う、そんなわけ。やりきれないんですよ、僕らは好きなの。だから、好きだからこそ、なんか、変な期待感で来られた時に、なんか、違う。いや、すげえよ。僕大好きなの。大好きなんですよ。僕も大好きなの、はい。僕も大好きで、どんどんアップグレードして、はいはい、このね、リニューアルが、どんどんね、下から進んで、ここまで来てるんですけど、もうどんどん良くなってるんですよ、うん、もう20年ぐらい経ってるんですけど、そうですよ、どんどん良くなってる。大体一回作ったらそれで終わりじゃないですか。違う、いやいやいや、ね、進化し続けるのが琵琶湖博物館。そう、はい、それは世界一でしょ。世界一です、うん、やめてって僕はスミソニアンとかいっぱいあるからかそんなあるじゃない。世界一。琵琶湖オオナマズってご存知ですか。いや知らない、知らない。琵琶湖オオナマズって知らない人のが多いんだよ。やめて。だから、ごめんなさい、知らないじゃん。琵琶湖オオナマズ、いや、カイツブリ、カイツブリご存知ですか。カイツブリ、いや、なんか、カタツムリ。あ、知らないか。やめて。そんな、そんなリアクションじゃないんだよ。みんな知らない。県の鳥なんか知らないんだよ。地味な水鳥なんだけど。おかしいよ。いや、でも。会えるんですよね。オオナマズにも、カイツブリにも会えるんですよ。会えるの、その博物館。めちゃくちゃ会えます。はい。あれ規模はどれぐらいの大きさで言うと。あ、結構大きいですよ、琵琶湖オオナマズ。ああ、いや、オオナマズ、そうか、そうか。オオナマズの。でも一日遊べる、一日遊べるでしょ世界中だから。一日遊べます。もう一日じゃ足りなかったんですよ、私が。半日で、半日でもう見るものなくなるんじゃ。こいつ、泊まりで、一泊二日でいい。一泊二日でいい。一泊二日なんてダメじゃん。半日ずつだ。ダメじゃん。ダメじゃん。ダメじゃん。切っちゃダメじゃん。そんな気持ちで切っちゃダメじゃん。一回だけを見てね。琵琶湖ができる歴史とか陸のコーナーで一日。頑張っても2時間ぐらいでなんとか
っちまんじゃん。炭水魚のコーナーの方で一日。うわ帰れるんじゃん。いや、京都に泊まって、ちょっと来て帰ったらいいよ。待ってください。これ夏休み、ちょっと一週間ぐらい押さえなきゃダメだよ。なんだわ、みんな行ってもらいたい。どこだ、メトロポリタン美術館みたいに言うな。そんなわけないだろ。西川さん、西川さんじゃない。俺は真実伝えたい。みんなが、そんな味方になってくださいよ。いいよ、いいよ、すげえ好きだよ。俺だって好きなんだよ。何この変な、変な関係。なんだよ。西川さん。でも好きよ。だから俺だって好き。だけど、だその本当に、あんまり期待値高めてこないで、まあ、琵琶湖の博物館でしょ、うん、と思って来ると、うん、めちゃくちゃ楽しい。ああ、そういうことだ。でも、本当に好きになってもらえるところたくさんあるし、うん、それこそ、彦根のね、うん、当時以前の加田知事がまだ学芸をされた頃に、はいはい、お風呂滋賀県で使われた信楽焼の陶器出てきたお風呂なのかな、はい、かなんかがあって、それをお風呂の亀をね、うん、もらいに行ったら、うん、この家一軒丸ごと持ってってくださいって言われて移築したのがあの旧家屋なんですけども、それが丸ごと博物館に入ってるんですけど、そういうのもあるにはあるんですよ。うん、す僕も全然説明できます。これはいいね。隅から隅まで。日本最大のミジンコとかいるんですよ。最大のミジンコ？そんな、おいおい。いや、日本最大？見たことない。最大のもの？なんじゃないんだよ。ミジンコとかプランクトンをこう生の目で、目だけでこう顕微鏡を通さずに見たことあります。生見えなかなかないよ。なんだ見えるんですよ。マジで？いや、そんな驚くことだね。ノロっていうね、いるんですよ。日本一？大興奮で私。やばいな。これは言ってほしい。これ授業で習った方がいいね、これね。そうですね、本当に。この博物館のことね。私もこれなんか。曲行こう。もう京都、曲行こう。京都奈良じゃなくてこっちでいいね、修学旅行ね。いや、本当に行ってほしいです。うん、行く、いいですか、行こう行こう。じゃあ3つ目。ちょっと疲れちゃって。全然そんなことない。西川さん大好きすぎるから。いや、わかる。気持ちがわかるだけにねっていう。え、いいですか、3つ目。もちろん。じゃあラスト3つ目。ラコリーナ大見八幡です。あら。本当に、うん、今一番行かなきゃいけないところ滋賀県。マジ？オッケー。で、博物館でも言ってたじゃん。全部一緒に行ってほしいです。この3つ一緒に行くの。三つツアー。ツアー、はい。これ三つツアーやってもらって、うん、まあ最後かな、ラコリーナ大見八幡鳥。鳥ですね。こちらいろんな番組で最近もうね紹介されてるんですよ。結構朝の番組とかロケで、種屋。和菓子の種屋っていうところと、うんうん、洋菓子のバームクーヘンで有名なクラブハリエの絶品スイーツが大自然の中で食べられるっていう場所です。ええって何ですか？ええって何ですか？そうか、普通だと屋内で食べるんじゃないの？そういうバームクーヘンとか。もうすごい、行ったことありますよね、西川さん。僕ない。僕ないです。ちょっと、ちょっと絶句すんのやめてもらっていいですか？どうしよう。いやどうしよう、いや大半がそうだと思う。そんなあれ踏み絵じゃないんだからさ、そんなさ隠れキリシタンみたいに言わないで。ナコリーナを言ってない人間がお前滋賀県人を語るなよっていう、そんな衝撃。いや俺おかしいよ。そんなもんだよ。他にも行くとこいっぱいあるもん。高島とかだってさ、いやもう他に行くとこいっぱいあるよ。俺は行ってほしいよ、もっと。俺は悔しいですか、もっと。悔しいですよ、なんだよ。え、私はもう悔しいですよ。何がね、マジなの、急にここで。君の世代じゃないだろ、なんだよ。何それ、イソップなの、イソップの話なの、それは。なんか悔しいですみたいな。ノリでラコリーナって言った時全然ピンときてない感じだったから。ピンときてない、悔しいですよ、もう本当。僕ここ1位、うん、でも1位でダブングルか、本当にイソップかの。悔しいです。全然、はい。もうやめた方がいいですかね。なんでだよ、なんで、なんで俺そんな言われしなきゃいけないの。なんで。それはいいんだから。これ今若者に人気なんですよ、もうここの場所。まあまあ、これも素敵なんですけど、僕は、加納正治庵さんの、砂井の里の方とか、もっとその、なんか、和を感じれる場所とかが好き。おい、目見ろよ。見て、空中を見るなよ。誰、目が合ってないんで、さっきの稲妻の感動は何だったんだよ。さっき
キャンドリーの西川さんに会えて嬉しかったですみたいな、私の人生の一番の目標でしたみたいな言ってたじゃん。マコリーナ行ったまだまだ気づくまだ気づくんだよ。なんなのこの子、なんなのこの子、なラコリーナに何かお金もらってるの、なんなのこいつ、なんだよこいつ、やめてください。そうなんです。はい、もう曲行って。もう、はい、ちょっと、ちょっと待ってくださいね。じゃあ行きますね。うん、うん、あ、はい、それでは聞いてください。桜坂46で摩擦係数。何だそれ。東京有楽町日本放送キーステーションに、この後9時まで全国ネットで生放送、西川貴教のオールナイトニッポンプレミアム。さあ、ゲストにはですね、滋賀原理主義自分が描いた滋賀、理想の滋賀県に当てはまらないものは排除していく、もう滋賀原理主義、ガチガチの左巻き、ガチガチの左巻きの下げますよ。やべ、真っ赤っか、まだ二十歳なんです、ピチピチの真っ赤っかの、本当に滋賀原理主義、やめてください。純粋なキャラクターにはやってるので、グループの中では、はい、そんだけ盛り上がってたメッセージも来てますから、ちょっと紹介させていただきますよ。大阪府のホットブルドッグさんです。ありがとうございます。え、竹本さん、世界で一番の博物館ですってそこまで行っちゃダメですよ。稲妻ロックフェスの時に行きましたが、西川さんの言う通り、まあまあこんな感じかなでしたよと。いや、楽しいのよ、僕は大好き、もうあの感じとか触れ合えたり、うん、でもあのね、あのでもそれぐらいのテンションで行ってください。あ、なるほど、ね、行ったらめちゃくちゃ感動します。はい、やばい、おい納得した顔しろよ。ええじゃねえんだよ。なんかさっきの世界一の博物館とか、ね、ボケだと思われてますか今。いや、ボケじゃないよ、ボケじゃない。私本気ですよ、本当に。私だから初日はだからその陸とかそのマンモス系の方で1日使っていただいて、一回泊まって2階だよ、2階の奥よ、一泊してもらって、2階の奥の別棟に入るのよ、そのマンモス先にそっち行ってもらって一回泊まって、うん、泊まるなよ、泊まらなくていいんだよ。淡水魚のコーナーで、そんなにないから、世界一の身近を見せてね、日本一の身近、はい、そうです楽しみだな。でもアザラシもいるよ、バイカルアザラシ、バイカル、バイカルチョウザメもいますよ。うっすい、かぶせてくんねん。もういいから。いいじゃないですか。はい、曲いっていいですか、はい、曲いっていいですか、曲いきましょうよ。はい、TM レボリューションでハートオブソード、夜明け前。東京有楽町日本放送キーステーションに、この後9時まで全国ネットで生放送、西川貴教のオールナイトニッポンプレミアム。西川貴教のオールナイトニッポンプレミアム、この番組は STV ラジオ、山形放送、静岡放送、KBS 京都、山陰放送、山口放送、四国放送、以上各局を結んで、東京有楽町日本放送キーステーションに全国8局ネットでお送りさせていただきました。さあ、ということで、せっかくですからもうエンディングもレイカーズに変えました。うわー、ね、これを歌いたかったんだよ、ね、みんなでね。さあ、ということで、夜7時から西川貴教生放送でお越しになりました、ね、土屋レオさん、はい、竹本ゆいちゃんと一緒に、はい、このオールナイトニッポンプレミアムでございますが、もうエンディングでございますね。今日の放送聞いて、あ、懐かしい、ラジオいいなと思っていただいた皆さんは、もしよかったら昔のオールナイト聞いてみたいと思ったんじゃないかということで、うん、なんと今日からですね、日本放送のサブスク、オールナイトニッポンジャム、こちらの方でですね、西川貴教のオールナイトニッポンがですね、配信スタートです。お、ついに、あ、はい、それは良かった。今だとですね、2000年の7月のオールナイトニッポンスーパーから配信になるということでございます。ついに、はい、僕のはもうあるんですけど。あ、本当。西川さんの聞きたかった、これ。本当ですか。聞きます。信じられないよ。自分の好きな滋賀しか認めさせない。そんなガチガチの。なんでですか。聞きますよ。全部。ありがとう、嬉しいです。さあ、ということで。
最後ですね、僕からのお知らせでございます。僕ただいま TM レボリューションの全国ツアー、来週土曜日の静岡から再開でございます。今のところ年内は神奈川、愛知、山梨、茨城、群馬、大阪、そして、愛媛と、回る予定でございます。そんな中ですね、追加公演、来年1月分が今日今解禁、ボードジャパン東京公演の開催をお知らせさせていただきます。1月の21日22日2日間、場所は日本武道館でございます。年岡年明けでございます。はい、1月21日22日場所は日本武道館ということでございまして、はい、こちらまたね、後々、うちのファンクラブの選考なんかも、近々行われるんじゃないかということでございますので、ぜひとも日程のね調整の方よろしくお願いしたいと思います。そして、10月22日には京都東本願寺能楽堂、じゃあこれ能楽堂じゃない、これは能舞台だ、能舞台だ、能舞台、こちらのでジ・エンド・オブ・ジェネシス TMR レボリューションターボタイプ D のオーケストラ公演、昨年やりましたやつのオーケストラのこちらの、はい、のこの東本願寺の境内で特別に国宝を開いていただいて、なんとやらせていただくということでございますので、よろしくお願いします。こちらも先行ファンクラブの始まってますけれども、うん、抽選になってます。ぜひとも早めに申し込みのよろしくお願いします。そして10月30日には横浜アリーナで行われるナイナイのオーネードの歌謡祭、こちらの方にも出演させていただきます。はい、何やらされるのかもうビクビクしてますよ本当に。明日まで先行ですって。あとは6年ぶりに開催されるフィアードロージングラスベガス、ね、この間稲妻にも1日目出てくれてました、主催のフェスメガベガス2023に西川貴教出演させていただきます。日程2023年の3月でございます。会場は神戸ワールド記念ホールということで、チケットのオフィシャルサイト先行始まってるようでございます。 E プラスとかよろしくお願いします、はい、さあお二人、じゃあ土屋さん、はい、お知らせありました。僕今配信ライブやってる、今日この後夜22時から一緒に YouTube で一緒にその配信ライブを、ラグフェアの配信ライブをメンバーと一緒に見て喋るみたいなのやってます。なるほど、このまま22時もどうぞよろしくお願いします、はいはい、あとはネット見てください。放送はい、はい、分かりました。いろんな曲で喋ってますNHK で11時間ラジオやります今度、はい、すごいな、そんなにやんの、はい、鉄道のイベントで、よろしくお願いいたします。そして竹本さん、はい、櫻坂46のファーストアルバム As You Know が現在発売中です、うんうん、そしてそのアルバムを引っ提げた全国ツアーを今開催中なんですけれども、始まったばっかりですもんね。はい、先日始まったばっかりで、10月は、広島、宮城、愛知、福岡と回らせていただきまして、うん、ファイナルが11月8日と9日の東京ドームとなります。はい、もうこれ必ず楽しんで帰っていただけるようなライブにできる、うん、私たちすごいこだわって作ってますので、ぜひ少しでも興味、うん、ある方は来ていただけたら嬉しいです。待ってます、ね、いやいや、お願いします。ね、なんかこれで竹本さんのことちょっと興味持っていただいた方とか、うん、ね、ぜひとも応援しに行ってあげてもらいたいと思います。演技主義な感じ最高でしたねすごい MC 楽しそうね、うん、でも意外とあれでしょ、なんかメンバーの中入っちゃうとあんまりグイグイいかないの。いや、そうでもないの。どうなんですか。でもなんかどっちかというとずっといじられちゃうがちょ悩みですね。原理主義だもんそんなさ、始祖のさ、始祖の滋賀県をさ尊重するみたいなさ、なんかわかんないけど、みんなの滋賀県を みんなで楽しもう。違う、竹本優が認めた滋賀県しかもう認められないよ。そんなことない。ガチガチで左巻きじゃないかさっきのね1位のところ西川さん知らなかったもんね。残りよね、知らん、バカにすんなよおい、そういうことだぞ、そういうとこだよお前の良くないところまだ今日2回に今度も来てます、東京でダーズ西川さん、滋賀って鎖国してるんですか小ガラス丸か、小ガラス丸かな、竹本さん、世界って日本以外にもあるんですよ。ヨーロッパとかアメリカとか調べたら出てくるので調べてみてくださいそうね、他の博物館もね、まあ、行った上で世界一だもんね。まあまあまあ、そうですねまあそうですね全然乗り気じゃねえじゃんなんだよ、まあ、そうですよね。いや、まあ、分かってるんでね、分かってる、存在分かってる、分かった上で言ってます、分かってるんでね、はい、そんなことあるということでございまして、今日ね、聞いていただいた皆さん本当にありがとうございました。ということで、もしよかったらまたね、日本放送でも喋らせていただきます。今夜この辺でございます。55周年に向けたオールナイトニッポン、今夜1時からオードリーのオールナイトニッポンお楽しみください、はい、ということで今後ともよろしくお願いします。西川貴教と土屋礼央と竹本結衣でした。ありがとうございました。それではまた。